こちらが飛び出しナイフキリーです。取り扱い方法としましては、まずこちらのボタン、これをグッと前に押していただきますと、このようにナイフが飛び出します。そしてこちらのボタンをまたグッと下に下げてもらいますと、このように、収納することができます。